やー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 、どうも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 、何ですか、まあファンとの距離は近いとは俺は思ってるんですよ。まあまあ近しく通じます、ね、イベントめちゃめちゃやってるし、それがテストじゃん。それです、テストしねえ、おっぱい、おっ、反応薄いや、俺ちょ最近リアクション困ってるわ。お前らが俺にイチャブつけるやん。リアクションうぜえだな、キメえだのさ、何言ってるか分かんないのが嫌だ。だから俺どうしたらいいか困って、高い鍵それが嫌だ。これだよこれ。いや今何つったの、言ってやめろって言ったの。いや言ってないよ、言った、間違いなく歯から始まったリプ編の数も多いよね。まあ俺してる、結構俺もしてる、俺もまあまあぼちぼちしてる、ぼちぼちで。 YouTuber あるあるなんだけどさ、リプ編タイムってやるよ。あるね。それ俺らあんま逆にやんない。リペンタイムはない。ああ、まあ俺もたまにやるぐらいだ。そうだね。いや、こいつはちょっとやってるよね。ああ、確かにこいつはやってるね。リペンタイムって儲けてはないよ別に。いや、儲けてるよね。結構見るもん。寝るまで返しますリペン。それはそれはどうだよ。この顔で言ってるわ。寝るまで返します。寝るまで返します。寝るまで返します。想像つけも。いやでこの顔してやってんだもんなって。今日の企画、はい。同時にツイートしてもらいます。ああ。内容は何でもいいです。はい。このツイート10分間で一番いいね少なかった人に罰ゲームを設けようと思って。ああ出た、そういうの。シンプルシンプルシンプル、そういうことか。これはリスナーさん参加型です。あ、そうだね。この動画が公開後、はい、3日間連続リプ編タイムっていうツイートをして、12時間以内のあのリプ、すべて返してもらいます。12時間以内っていうのは、だから自分がじゃあリプ編タイムってツイートしました、はい、ツイートした12時間以内に来た リプはすべて返してもらいます。うわー、これを見て初めてじゃあ送ってみようかな。じゃあ OK です。全然 OK だね。OK、全然 OK。 おー、なるほどなるほど。なるほど、それを3日連続やってもらいます。あー、3日間やんの。はい、リペンタイム、リペンタイム、リペンタイム。そう、わぁ、なんで勝ち。じゃあやれよ、じゃあやれよ。いや、まあ確かにリプ送るのは全然いいんだけど、さすがに量が半端ないから。全部だよね。うん、全部だよね。なるほど。同じ人に何回も返す必要はないよ。ああ、1回のツイートに、だから3日間同じ人が送ってきたらこれ全部返さなきゃダメ。1個のリペンタイムに1人1個。そう、だから向こうが何々ですか、こっちが何々です、その次の返信には返さなくて。なるほどね。うわー、なるほど。じゃあ早速、うわー、マジ？みんな作りましょう。うわ、マジか。マジか。あー、まあこれでいくか。よし、はい、じゃあ準備が整いました。はい、でも一斉にツイートを押すんだよ。ツイートのボタン準備できてる？はい、よし、一斉のセット。はい、オッケーです。じゃあここでね、ツイートの確認しましょうか。誰から知りたい？どうする？え、俺やっぱタツキのやっぱ一番早かったな。俺ね、だって考えたんだもんしね、考えたってことは。はい、俺の内容はいいねください、急いでますだけ。ああ、あ、そう来た。で、俺は画像入れようと思ったけど、絶対入れない方がいいっていう気づいた。え、そう、画像を入れて、なんでかっていうと、画像を入れるとこのツイートする間に時間がかかるのね。せーのやったらもう俺が絶対出てるの。そっか、一番最初に来るから。そう、なるほど。画像を乗っけるとツイートが遅くなる。まあアップロードでね、時間かかるからね。そう、いやいやいや、こじきすぎてね、幼いやつ出てくるわ。ひねくれ者かってこい。そう、こういうひねくれ者で、じゃあ幼いってなるんだよ、こういう。画像付きなんだけど、俺は画像を見たい。見たい。いや、もう見してくれ。はい、こちら、もうすぐ誕生日が終わりそうな男のへっぴり腰バッティング、こちらで。めちゃめちゃへっぴり腰。これちょっと面白くない？てかさ、やばくないこれ。やっぱ誕生日フィルターもあるから。あ、そうだそうね。あ、うまいうまいうまい。使わない手はないからね。なるほどね。そうそう、メンバーいいですよ。メンバー、やっぱメンバー愛してるんだなってことが伝われば、うわ、やっぱすごいねって、やっぱいいねってなるね。メンバー大好きって。メンバー差し向けてね。うわー、そう、メンバー大好きって。
言葉見つかんないけど、いけすかねえ。涙ちょうだい形式なんですけど。大丈夫それ。メヘラは任せて。いや、まあ、メヘラは聞くかじゃない。僕は僕の YouTube 頑張ってきて約5年もうちょっと応援していきたい真面目アピールですみんなのみんなでみんなやるえ、ちょっとごめんキモいごめんちょっとごめんこれはちょっとキモいキモいわキモいわでも俺らしいでしょいや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 普通にキモいじゃん違うお前が出すぎメヘラが出すぎそうやろうメヘラ出すぎ耳っちいし誰が耳っちいんだよ俺よりいけすくないんすよ俺はねみんなと違って一個勝ったなっていうところはメンバーの過去の写真とか結構レア度高いじゃん間違いないよこれ大輝くんなんだってこう押したくならないからまあ間違いないとちょっとおもろい感じだし押しやすいというちょっとターボ硬いなこいつはなんかちょいちょいそういうツイートをしたけど多分そっけビデと思ういや俺も思う普段からしてツイートだからおもんないそうあんま変わんないそうギャップがないからそんな注目度ない多分ちょいちょいすんじゃんだってするみんな大好きやめろみんな大好きもうかまってかまって僕にかまってってやつ5、4、3、2、1終了ですうわこれめっちゃ怖いぞやばいやばいやばいなんかもうてか罰ゲームどうこうよりも普通に勝ちたよね勝ちたい恥ずかしい負けたじゃあ一桁目はいまあここは結構どうでもいいからどうでもいいよねまあ割とどうでもいいせーの3、3、9あーはい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 2、2、2、2、3、3、3、9さあこれ結構次重要いやもうあるこれ結構重要だぞこれだってここもあるんだからそんな差開くことないからそうだそう結構あるよここマジでやべえここ大事だここ大事だいきますせーの5、8、8うわっ何 ?1 えだからこれが分かんない分かんない1個上は分かんない1かもしんないしいやでもでこれもこれちょっと際どいぞちょっとこれちょっとバクバクしてるじゃこれちょっとやばいこれやばいな心臓鳴り始めたでだって俺とターボでじゃあお前が勝ってるっつったら70いいね上じゃないといけんそうだそうだここに70の差があるかどうかこんな10分でねいきますせーのせーの3、1、3、1、3、1おいええ3いえイエーイえ、2俺、213いってんねんこいつはいいやたたつきはいいやたつすぎたたたつきはいいや2、2、1、3ですあ、1個上だった、だから30上だった1個上だったお前は俺189だから189どうだビニアターボほら言った通りだね1個上だ、1個上ですありがとうございますありがとうございます3、8、2、2、1、3、1、8、9、1、5、3やられたあ、こんなに差つくのえ、すごいな倍以上ついてるこんな差つくびっくりした今めっちゃ差つくなみんなこんなに俺絶対負けたと思ったこんな差つくの上の上いっすようわマジででも面白さは断然こいつだけどそう面白いやつ余裕で一番いいっすだからやっぱダスキの構想で当たってんだよありがとうございます衝撃すぎるわいや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 もう罰ゲームとかいうのよりも意外すぎて確かになんかそっちの衝撃がすごいわ間違いないちなみに今15分後になってるけどツイートあちょっと見てみる見てみようああ今ねあもうこの時点でだって俺ビリだもんだって181だマジ俺255 231おお追い上げてきてる465やっぱド直球がド直球だね今日から3日間はいリプレータイムというツイートしてもらいますまあ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 ね
そうだね。まあそうだね。いろんなね、いろんな人とリプを交わして、みんなの気持ちをこう受け取ってくださいよ。俺らも返したら返しなきゃダメだからね、お前。俺らが絡みに行ったら返しなきゃダメだからな。もう一回間全部送る。もう俺も送る。俺も送ろう。誰だ。大輝かわいそすぎて大輝使われてる大輝が滑ったみたいになってる大輝が悪いんだよ大輝が悪い大輝が滑ったみたいになってる